これまで何度も日本一に立ってきた沖縄のお家芸なぎなた。注目は去年のインターハイ、団体戦で全国制覇を達成したメンバーが多く残る首里高校。やっぱり3年生のメンバーは最後の県総体ということで、みんなこれまでやってきたことを信じて、絶対に自分たちはできるっていう自信を持って挑もうというふうにみんなで話しました。しかし個人戦ではチーム内のメンバーがライバルです。全国制覇の経験者でも敗れ涙する厳しい戦い。決勝まで勝ち上がったのは首里高のキャプテン泉穂香と首里高3年富川亜希でした。はじめ。個人2連覇を狙う画面左の赤泉に対し、白の富川は決勝トーナメント全てを延長戦で勝ち上がっていました。残る体力を考え先制攻撃を仕掛けます。相打ちのように見えますが、わずかに富川の面が早く決まっていました。ただ出した一本じゃなくて、ちゃんと自分の体さばきと相手の体さばきを見ながら狙えた一本でした。さらに攻める富川。ここも富川の面がわずかに早く決まって勝負あり。富川が県総体の個人戦初優勝を果たしました。勝負あり。相手だったほのかがいてくれたからこそ自分も頑張ろうと思って日々練習に励んでこれたので、まずは相手がいることに感謝して、また支えてくれた家族に一番感謝の気持ちでいっぱいです。そして戦いは団体戦へ。ライバルから仲間へ変わる首里チーム。本当にもうこれで県総体このメンバー県総体最後だから、もう最後は笑って割れるように チーム主義の空気に飲み込もうね。全力で優勝つかみに行くよ。はい、せーの、よし。首里と知念と那覇国際の3校リーグ戦で争われる団体戦。 1-0 で迎えた初戦の知念戦では、副将の3年白間心、はじめ。ここで勝利すればチームの勝利が確定しますが、画面右の相手は個人戦首里以外で唯一ベスト4に入っていた白の知念3年長峰。地高のメンバーの中で唯一の3年生っていうこともあって、自分たちと同じぐらい熱い選手っていうことは分かっていたので、見事左の赤白馬の面が決まってチームを勝利に導きます。続く那覇国際戦では大将のキャプテン泉ほのか、強化してきたというスネを見事2本決めました。チリは相手に1本も与えない無傷の勝利で団体戦8連覇達成です。全国ではさらにレベルアップした首里高校として出場して、その気持ちを忘れずにみんなでまたしっかり頑張って全国連覇します。ライバルであり最高の仲間でもある首里メンバー、夏の全国2連覇を目指します。女子以上の迫力ある試合が展開された男子のエキシビションマッチ。男子も沖縄強いって言ってもらえるような男子をもっと増やして頑張っていきたいです。注目は3月の全国高校選抜で日本一に輝いた知念高校2年瀬永博美。
なぎなた男子はインターハイの種目にはありませんが、8月の男子の全国大会雪村杯を目指して男子3選手がリーグ戦を開催。5歳からなぎなたに励む全国王者瀬長がその強さを見せます。始め。那覇国際2年宮城との初戦、面に行くかと見せかけスネを攻撃、試合巧者ぶりを発揮します。瀬長は相手に一本も与えない2戦連勝で男子個人戦を制覇。1年生だった去年は準優勝に終わった夏の全国大会、リベンジを誓っていました。男子選手は自分の仲間だと思っているので、仲間が増えて嬉しいです。夏は決勝で負けた悔しさを糧に絶対全国優勝します。